といえば、チャラいイメージを持たれがちかもしれませんが、実際に女性スキャンダルを起こしてきた選手もいます。どうも、チャラいどころか、女の子と話すことすらできない補欠カラスです。今回は、日本人サッカー選手が起こしてしまった女性スキャンダルを紹介していきます。藤田義明まず初めは、長年ジュビロ磐田のディフェンスラインを支えた藤田選手です。藤田選手は、大分トリニータで貴重なバックアッパーとして活躍した後、2011年からはジュビロ磐田に移籍し、主にセンターバックのレギュラーとして活躍していました そんな藤田選手は2007年にタレントの女性と結婚し、その後、二人の子供にも恵まれます。こんな感じで幸せな家庭を築いていた藤田選手でしたが、2016年10月、週刊誌に不倫を暴かれてしまいます。藤田選手の不倫を週刊誌に暴露したのは、不倫相手となっていた A さんという女性で、藤田選手とはジュビロの選手が参加していた合コンで出会ったそうです。藤田選手は合コンの時から A さんをロックオンしていたそうで、合コンの後、品川のホテルに一緒に泊まろうと言ったそうですが、A A さんは藤田選手の誘いを拒否したそうです。A さんの証言によると、なんと藤田選手は、この日、他に6年不倫関係にあった女性との予定がなくなったために、A さんをホテルに誘ったとのことです。この時点で、藤田選手が不倫を繰り返していたということがわかりますね。それでも A さんを気に入っていた藤田選手は、妻と子供がいることを A さんには明かさずに、仲を深めていきました。基本的に、直接会うことはあまりなかったものの、LINE では藤田選手から、また会える日が決まって嬉しいよ。A ちゃんに会いたい病という熱々な のの言言葉が何度も送られてきたのだと言いますしかしながら、藤田選手は A さんと直接ホテルで密会した際には、ホテル集合で、やることを済ませると、そのまま解散という雑な扱いをしていたそうです。こういった扱いに A さんは不満を抱き、その思いを藤田選手に伝えたところ、その後、藤田選手から一方的に、もう会えないと言われたそうです。そしてしばらく時間が経った後、A さんには弁護士を通じて、藤田との関係をどこにも漏らさないでくれ。という話を受け、口止め料として20万円を提示されたそうです。 こうしてお金で解決しようとした藤田選手に怒った A さんは週刊誌に不倫の事実を告げ週刊誌側からクラブに連絡を入れたそうですが個人的なな内容なのでチームとしてコメントする立場にはございませんと答えるにとどまっていましたその一方で A さんには再び弁護士から連絡があり口止め料を20万円から200万円上げるという話が来たとのことですまさか金額を10倍にまで上げるとは思いませんでしたが週刊誌にばれたことで相当危機感を感じたのかもしれませんね結果的に藤田選手 週刊誌報道ががあったた直後クラブから厳重注意というう形でで処分が下されたそうですもちろん、いけないことをする方が悪いかもしれませんが、有名になればなるほど、プライベートまで大々的に報道されてしまうのは、ちょっと酷な気もします。皆さんは、有名人のプライバシーは、もっと守られるべきだと思いますかコメント欄で意見を聞かせてください。重原武人次は、日本代表候補に選ばれた経験もある、茂原選手です。茂原選手は、2000年にヴィッセル神戸へ入団後、川崎フロンターレ、柏レイソル、サンフレン 広島など複数のクラブでプレーしていましたしかし柏から川崎へ期限付き移籍で加入していた2006年3月に重原選手は川崎市内の女性宅へ侵入した疑いで逮捕されてしまいますこの事件によって柏から解雇されてしまった重原選手でしたが2006年5月にはワンフォーレ甲府の練習生から契約をつかみ取りましたその後は甲府で結果を残し2008年に柏へ復帰すると日本代表候補にも名前が挙がるまでになった重原選手でしたが7年前の2001年 9月に神戸市で住居侵入と接点を行ったとされる容疑でまた逮捕されてしまいました2001年というとまだプロ2年目だった重原選手ですがまさかの過去が発覚したことにより柏から2度目の解雇処分を受けこの時は懲役1年執行猶予3年の有罪判決となってしまいました2度も不祥事で解雇している柏の気持ちを考えると心が痛い気もしますさらに重原選手は2年後の2010年2月に今度は女性に対する強制は 強盗のの容疑でで逮捕されてしまうのですその後、行方をくらましていた重原選手は、指名手配をかけられると、2月に山梨県内で発見され、3度目の逮捕となってしまいました。3度も逮捕されてしまうのは、もう完全に癖がついてしまっているのかもしれませんね。この事件以降、重原選手の名前を聞くことはありませんが、事件を起こしたという話も聞かないので、更生していることを願うばかりです。田中真佐藤雄平サントトスマイト次は、選手のエピソードではなく、多くの選手と関係を持った女性の紹介です。その名も、 モデルのマリアさんという方ですが、彼女は田中、葉山、選手、佐藤、悠平、選手、サントス、スマイト選手の3人のサッカー選手と結婚するという破天荒な人生を送っています。まず200、2001年当時18歳だった。マリアさんは夜に比べ通うような。僕には全く縁のないパリピな女性だったようですが、このタイミングでまだ高卒2年目だった田中選手と出会いました。そんな2人はまだお互い10代だったにもかかわらず、若気の至りからかマリアさんは妊娠してしまい、そのままできちゃった婚という形で結婚します。しかし 田中選手が契約家だったのに対して、パリピナマリアさんはかなり金遣いが荒かったようで、次第に2人は金銭感覚の違いで仲違いしてしまったのです。結果的に結婚からわずか3年で離婚となってしまいましたが、マリアさんは離婚からわずか1年後の2005年、格闘家の山本キッドのり、ふみさんと2度目の結婚をしました。サッカー選手に続き、格闘家と結婚したマリアさんでしたが、今度は4年後の2009年に2度目の離婚となってしまいます。ここでくじけない。マリアさんは再びサッカー。 に目をつけます次のターゲットとなったのは、当時、モンテリオ山形に所属していた佐藤雄平選手でした。佐藤選手とマリアさんは、山形が天皇杯を準優勝した際の祝勝会で出会ったそうで、なんと二人は帰りのエレベーターで、いきなりキスをしたのだそうです。そして、マリアさん曰く、その宙がすごい良かった。と、後に語っていて、エレベーターを3往復したそうです。キスするためにエレベーターを往復するなんて聞いたことないですね。そして、この衝撃的な出会いから1年後の、2015年の元旦に、二人は結婚を発表し、 マリアさんにとととってはは3度度目目でそののうちサッカー選手とは2度目の結婚となりましたしかし、この結婚生活も山形と東京という遠距離によるすれ違いが生じてしまい、わずか2年で終わってしまいます。こうして3度の離婚を経験したマリアさんですが、なんと2017年11月に東京ヴェルディでプレーした経験があり、当時はモデルを務めていたサントス・マイト選手と4度目の結婚、サッカー選手とは3度目の結婚となりました。しかし、サントス選手はすでに現役を退いていたこともあり、今度こそ安定した生活になる と思われましたが4度目の結婚生活もわずか1年半で終了してしまいますこの離婚の理由としてサントス選手は自分自身の未熟さが原因だったとコメントしていましたが色々いろいろあったのかもしれませんね3人のサッカー選手がマリアさんと結婚しましたがやっぱサッカーやってるとモテるのかって考えてみると僕もサッカーやってて良かったって思いましたまあずっとベンチでしたけどね松井大輔次は2010年南アフリカワールドカップで日本代表として活躍しカタールワールドカップ期間中には多くのテレビ番組に出演し していた松井選手です松井選手といえば、女優の加藤牢爽さんと結婚していることが有名ですが、実は一度離婚しているという過去があります。松井選手は、高校卒業後、2000年に京都パープルサンガに入団し、2002年、21歳の時に、4つ年上のキャビンアテンダントを務めていた女性と結婚していました。その後、松井選手が海外に移籍した後も一緒についていくなど、元妻の女性は、しっかりと松井選手をサポートしていたそうです。しかし、ある時、松井選手が他の女性と密会を行い、 社内でキスをしている姿を写真に撮られてし、まいネッット上にアップされたことで不倫が発覚してしまいますそしててままいすそこの写真がアップされた直後の2009年に、松井選手は離婚してしまいます。こうして、一人の女性を傷つけてしまった松井選手でしたが、離婚した翌年の2010年に、知人の紹介で人気女優のローサさんと出会いました。そして、2011年に交際を開始した2人は、交際半年で結婚を発表しましたが、この時ローサさんは妊娠4ヶ月だったことから、できちゃった婚だったのではと、 刺されていましたそれでも2度目の結婚生活を送り始めた松井選手は2人の子だからにも恵まれて幸せな家庭を築いていきましたしかしながら松井選手には過去の浮気癖があることからローサさんとの結婚後も決定的な証拠こそ出ていませんが浮気の噂が上がっています海外でプレーしていた時にはなかなか日本へ帰ってきたがらないこともあったそうで遠距離を理由に浮気をしていた可能性は十分にあるかもしれませんねさらに昔から浪費癖があるという松井選手に対してローサさんが悩んでいるという という噂もあり離婚間近という声も上がっているようです実際の関係性はどうなのかわかりませんが大物カップルである2人には末永く幸せなまま暮らしてほしいと思った人は高評価で教えてください初瀬良続いてはアンダー世代で日本代表に選ばれ現在はビッセル神戸でプレーする初世良選手です初瀬選手はガンバ大阪の株組織からトップチームに昇格後2019年から神戸に移籍しましたそんな初瀬選手ですがアビスパ福岡に期限付き移籍していた期間の2019年12月 4日にとんでもない事件を起こしてしまいましたこの日初瀬選手は自身のインスタグラムのストーリーで10秒ほどの動画を上げましたその動画にはなんと初瀬選手が女性 恋をしている姿が映っていて暗闇の中だったため大事な部分はさすがに映っていませんでしたがあまりにもプライベートすぎる動画を載せてしまいましたこれを聞いて大事な部分も映ってて欲しかったって思った悪い子はコメントで自白してくださいそしてさすがの初瀬選手も載せた直後に誤爆したことに気づいたのかすぐに動画を削除したそうですが現代のネット社会で影響力を持った人が一度載せてしまったものなんて一生残ってしまうから怖いですよね案の定初瀬選手の動画はすぐに YouTube や Twitter 上で拡散されてしまい。 瞬く間に炎上騒ぎになっていきました。しかし、いくら誤爆とはいえ、なぜそんな動画をインスタで誤爆するまでに至ってしまったのか、という部分に疑問が生じますよね。特に女性経験のない僕みたいな人はそうだと思います。そして、このあまりに衝撃的な動画にはネット上からもかつてやらかしたな。初瀬亮のポジションがバックだとしてもこれはないだろう。初瀬、同行より相手の女の子、かわい。そうすぎるなどと勝瀬選手の処分を望む声も寄せられていました。結果的に初瀬選手は何の処分も受けることなく、現在もプレーをイ。 続けていますがおそそらくこのののの黒歴史はは一生残るものなのでで SNS 使い方方には気をつけた方が良さそうですね新井,良平新井選手は2009年にオーミア・ルディージャでプロデビューを果たすとキラバンツ北九州を経て2012年に甲府に加入しましたそんな新井選手ですが2022年6月15日に週刊文春オンラインでまさかの女性スキャンダルを報じられてしまいますこの報道によれば新井選手は既婚者で2人の子供がいるにもかかわらず2021年4月に西日本に住む女性にメッを メッセージをを送り交際を申し込んだそうです新井選手は女性に対して妻とはすでに離婚しているなどと嘘をつきそれを信じた女性は2021年7月に新井選手が1人で住んでいるアパートへ行き合鍵を渡してもらったといいます。 一人で住んでいるなんて、新井選手の良い周到っぷりがわかりますね。その後、同年9月に、二人は交際をスタートさせました。こうして女性側は、不倫だと知らずに、交際をスタートさせたわけですが、この女性は、次にお付き合いする方とは結婚を考えたい、と思っていたそうです。そこで、新井選手に対して、結婚の意思も確認し合ったとのことです。女性の話によれば、フェアリングももらいました。11月の彼の誕生日には、私からバースデーカードを送り、彼に、私との結婚の決め手は、と聞くと、尊敬できるところ、と言われました。 入籍日は2022年の7月1日にしようと約束していましたと入籍の具体的な日付まで決めていたようですその後この女性は夫となる人物がサッカー選手ということもありそしてしっかりとサポートするためそして結婚の準備を進めるために会社をこと退社しましたしかしながら新井選手は女性が自分の親に新井選手のことを紹介したいと伝えると突然連絡が取れなくなってしまったのです結婚まで約束していた人が唐突に音信不通状態になってしまったことに不安を

と、れっきとした結婚詐欺をしたにもかかわらず、新井選手からは謝罪の言葉はなかったと話していました。この新井選手の行為が発覚すると、甲府サポーターからも厳しい処分を科すべきだという意見が多く上がっていました。結果的にクラブは新井選手に対して活動停止の処分は与えたものの、解雇までに至りませんでした。しかしながら、新井選手は2022年6月30日に双方合意の上で交付を退団することが発表され、直後の7月7日にタイのスコータイ FC というクラブに入団することました。 新井選手のように女性スキャンダルを起こした選手は国外に逃亡しがちですが日本に残された妻と子供の気持ちを考えているのかと複雑な気持ちになってしまいますね鶴巻健と大竹奈美続いて元サッカー選手同士の夫婦となった鶴巻選手と大竹選手による数々のスキャンダルです大竹選手は女子サッカー日本代表としてプレーした経験がある選手で鶴巻選手は東京ヴェルディの下部組織から昇格し松本山が FC などでプレーしていた選手ですそんな2人は年齢 今朝が13歳もありましたが、大竹選手がベルディの姉妹チームであるニッテレベレーザでプレーしていたこともあり、出会うと意気投合し、2009年から交際をスタートさせました。そして、その後2人は3年間の交際期間を経て、2012年にゴールインしていました。しかしながら、鶴巻選手はかなりのイケメンで女性からの人気もあり、これまで何度もスキャンダルが報じられてきました。まず、鶴巻選手は結婚直後にもかかわらず、facebook で知り合った女性と連絡を取っていました。そのことを知った大竹選手は？激 し,して鶴巻選手の電話を奪いなんと夜の10時から翌朝の6時まで8時間にわたり相手の女性へ100回以上の鬼電をしたそうです100回以上はまさしく鬼電という言葉にふさわしいですねこれには相手の女性も怖くて電話に出れなかったようで後で入っていた留守電を聞くと鶴巻選手からは離婚の危機になっていますので連絡くださいという助けを求めるような声が入っていて大竹選手からは奥さんがいるる人に電話をすと。 怒り狂う声が入っていたそうですこの事件で離婚の危機となりましたが、大竹選手が鶴巻選手を許したようで、離婚は免れたようです。しかし、鶴巻選手は、大竹選手が妊娠していた2015年に、遠く離れたタイの地で、再びスキャンダルを起こしてしまいます。当時、タイ2部のアユタヤ FC でプレーしていた鶴巻選手は、妊娠している大竹選手が日本にいるにもかかわらず、現地の女性と愛人関係となり、妊娠させたのではないかと報道されました。このことが明るみに出たきっかけとしては、愛人関係に あった女性が鶴巻選手との写真を公開したことが原因だったのですそれでも鶴巻選手は出回った写真についてあの写真は合成と根拠はないもののきっぱりと否定しましたこれだけきっぱりと言い張る鶴巻選手を見て大竹選手も信用するしかないと鬼伝事件に続き鶴巻選手を許していましたこのように二度も大竹選手に救われその後は子供も生まれて幸せな家庭を築いていったかと思われていましたしかし鶴巻選手は現役時代から高級ブランド品を買ったり着払いで大竹 選手の家に届くようにしてお金を払わせるなど行き過ぎた金遣いをしていたことで大竹選手は嫌気がさしてしまい結局2020年夏に離婚となってしまいましたどれだけスキャンダルを起こしても最終的にはやっぱり価値観の差なんですね勉強になりました今回は日本人選手の女性スキャンダルを紹介しましたがこの動画では他の選手の女性スキャンダルも紹介しているのでぜひ見てみてくださいそれでは女性と全く縁のない僕に同情してくれる人はチャンネル登録と高評価をお願いしますそれでは皆さん さようなら。